やー、気合入ってますよ。教えてくれなかったな。あ、じゃあ、ケイさん、はい、ついてきてください。そうだったんだね。はい、そうです。これが。ナイス。あれ、230いってるじゃん。235。嘘。はい。ネクストチャレンジ。さあ、来ましたよ。具志堅用高、ネクストチャレンジ。わかりますね、私の大好きなゴルフ。いやー、気合入ってますよ。ついに来ましたね。はい、来ました、ついに。ボクシングジム行ってる時よりテンション上がってない。いやー、もうボクサー見るよりやっぱりこう緑を見た方がいいですね。、はい、ただ、はい、具志堅さん、先ほど1企画騙されてました。いやー、スポーツマンとインディア、はい、嘘つかない。キョッチュ嘘ついとったね。ね、嘘ついとったよ。普通はスポーツマンは嘘つかないけどね。前例だけど。実際具志堅さんどうですか、ゴルフやるのは久しぶりですか。久しぶり、1週間ぶり。全然久しぶりじゃないです。いやいや、やっぱり上手くなるのにやっぱり練習とコース出ないと上手くならないんですよ、ゴルフっていうのは。上手い人はもうクラブ握ってるし、コース出てるし、嘘つかないの、やっぱり練習やってる人は。ゴルフは具志堅さん結構嘘ついてることを恨んでますね。はい、嘘ついてます。はい、いやー、もうすごいよ、プロは。教えていただこう、中井学プロです。ほら、さっきのね、本物のね、ショットを見たんですよ。いやすいません、騙して申し訳ない。いや、わからないのに、マスクしてるから。見てる人、見てる人ついてきてんだよ、だから。いや、企画がすごいなと思ったね。今回は、そうですね、改めて、ちょっと、具志堅さん、ガチでゴルフを教えてもらおうと。ネクストチャレンジですよね。はい、はい、もう本当にもうチャレンジしたいですよ、僕は。ただ、忘れていただきたくないのは、あれ、最初にお伝えした、前傾姿勢、あれは、実は本当の、本当です。なってんだね。はい、いや、やはりさっきね、ボクサーだからとおっしゃってましたけど、どうしてもこういうふうに、背中丸めて、こう腰がこう起きてるような、こういう立ち方で、なので、それが少し骨盤が前傾することによって、はい、あと足の重心位置ですよね、足の圧がかかるポイントが、やはりずっともうかかとにいってらっしゃったんです。だから簡単に言うと、走るときに、こうやって走る速い人はいないですよね。ないね。必ず少し前傾気味にいきますよね。それとゴルフって実は同じで、ただボールが止まっているから、自分自身も結構こう止まってしまうんですよね。だから動けるような考え方をしないで、なんか動けない構えをしてもなんか触れてしまえるっていうのが今の過ごすらしいです。だからもともと多分運動神経は素晴らしい、素晴らしいというかもう世界チャンピオンに。いやいや。じゃあまずそこからちょっともう一度やってみましょう。はい、はい、どうぞ。ちなみに具志堅さん、普段何ヤードぐらい行くんですか。210だよね。はい、うん、これ数字も出るんで。出ますね。はい、どれだけ改善されるかっていうの、うん、でもね、さっきの感じから言うと、それだけでもね、店長が気づくぐらい変わってるんですよ。店長さんもおーって思ってるとかおっしゃってましたから。うん。じゃあどうぞ行きましょう。はい、あ、前傾から、はい、続けてください。そうだったんだね。はい、そうです。これがこれぐらい欲しいんです、骨盤の感じで。膝軽く曲げていただいて。そうです、そうです。どうぞ。これが、うん、ナイス。あ、おお、いきなり。いきなり。いいですよ。いや、はい、楽だね。どうですか。はい、いきなり。あ、230いってるじゃん。235。嘘。はい、そうなんですよ。なんで？ぶっちゃけちゃわかりやすかった。これだよね。はい、これです、これです。今これです。いきなり？いきなりです。具志堅さん、表情もだいぶ驚いた表情で。あれ？楽だね。楽なんです。楽なんです。はい。これだけで？そうなんです。これが、ここが、ここはちょっとこう前倒れてるんです。こういう。はい。
そうすると、実はここの骨盤の部分がこれで稼働するんですよ。起きてる時って動かないんですよ。どっちかというと股関節をロックするような角度なんですね。なのでちょっと軽く会釈するようなイメージで骨盤を軽く前に、はい、膝軽く曲げてチーフマウスの前あたりに圧がかかるようにアドレスを取ってください。はい、それだけです、それだけです。もうそれだけでもね、やっぱりトップアスリートの方ってね、多分変わるんですよ。はい、さあ、はい、ドローになってますね。はい、それでも230、はい、キャリー200ヤードのトータル232ヤード。あ、出てるわ。出てる、素晴らしい。腰がね、起きてると何てかって、結局腰が回らないんですね。回らなくて手が戻ってくると当然通さなきゃいけないわけです、クラブをボールの間に。なのでそしたらこう手元だけ引くように動きますから、フェースが開いてスライスしちゃう。今みたいに腰が回転をつけるような角度で立っていただいたら、それだけでヘッド十分入ります。そう、スイングの癖は本当ないから。楽です楽っすか。教えてくれなかったかな。俊介さん、実際これ今教えてすぐ具志堅さんの結果が出たということなんですけど、それって一般の方じゃなくて、やっぱ具志堅さんのアスリートっていうところも、いや、それはもうもちろん絶対あると思います。過去のいろんなこう経験が終わりだから、結局こうやったら、あ、動きが変わるっていうのは体が勝手に表現できるというところ、やっぱり素晴らしいなっていう。人間だからスポーツは忘れるんだよね、経験も寝ただけで忘れるんですよ、うん、せっかく教えたものをね、うん、またね、変な癖まで持ってきたら困るんですよ。だから、そう、だから今だから、あ、やっぱりそう、またなるべくそのトップがどうだ、ダウンがどうだじゃなくて、もう本当に根本の部分だけ変えていただいたら、どれだけ元々のポテンシャルが引き出されていい結果になるかっていう、多分そこだけでいいんじゃないかなっていうふうにスイングを拝見してて思ったんで、いや、素晴らしいです、本当に。いや、最初だから猫背って言うから、うん、いや、分かるんで、自分で、こうやって、そう、だからしてこうやってたわけで、またこうして、そうなんですよね、余計変なところに行ったんですよ、余計変なところに行ったんですよ。で、我々どっちかっていうと、床の上とかに座る生活をしてる、はい、正座もするじゃないですか、はい、そうすると何が起こるかって、骨盤がですね、後ろに倒れるんですよ。海外って、例えばアメリカ人とかヨーロッパ人が、はい、こうやって歩く人っていないですよ。日本人は、日本人はもうみんなこうやって歩きますよね。ガニ股で骨盤を上げて、はい、でも海外の人ってみんなこうなんですよ。っていうのは骨盤の位置が違うんです。だから海外の人は普通に立てば普通にできる、でも我々は普通にしてたらこうだ、座ってる時もそうなんです、ね、そうなんです、もう座る時もこうやって座っちゃう。そうなんですよ。だからちょっとした意識を持っていただいたらすぐに変われる。そう、ちょっちゅね、分かっていただきました。これはドライバーもアイアンも全部一緒、同じです。じゃあちょっと違うクラブどうぞやってみてください。今日具志堅さんはね、ゴルフバッグ持参されてるんです。それはそうですよ、もちろん僕のまだお名前入ってます、名前も入ってます、入ってます、かっこいい。ああ、苦手だし。苦手なら言ってみましょうよ。打てるかもしれないです。いきなり苦手が。言ってみましょう。一回6番。7番でジャペン。7番言ってみましょう。そんな、ひよらないでくださいよ、ジャペン。いや、ダメなの。難しいですよ。そう。あえてね、結果が出やすい7番じゃなくて、今まで全然打てなかった6番を、はい、持っていただきました。同じです。骨盤も同じように、ちょっと、はい。どれですか？そうです。はい、でね、今のショットはスイングが悪いからじゃないんです。どうぞもう一回構えてください。でボールを置いていただいて、このボールの位置が問題でですね、これぐらいでいいんです。中に入れる、中に入れましょう。そう、ナイス、ナイスショー。見てください、見てください。ちょっとうまいです。これでもまだちょっと外なんです。外なしてます。はい、振ったところにボールがあるっていう風になるわけです。でも今までは当てに行かなきゃ当たらないうちにボールがある。長いほど前じゃなくてね。そう。で、
ドライバーとアイアンって当たり方が違うんですよ。特にアイアンっていうのはボールに当たってから地面、うん、なのでちょっと中寄りの方がいいんです。そうですね、はいはい、今のがこれぐらいです。これ中に入ってるね、まだね。でもこれで全然普通でしょ。外に出してボールを当てにいってる。見たらそんな普通じゃないのかな。そうなんですよ。あれで、あれ全然中でもないでしょ、はい、あれ中じゃないんです、全然あれで。だから今までが相当外だった。そうナイス。あーボール取られてましたね。はい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 。どうですか今162。はい、出るんだね。出ます出ます、全然もっといけます。力のかけられない姿勢、そして力のかけられないボール位置だったんですね。はい、石健さんどうですか、ここまで聞いてみて。はい、ボールの位置がバット間違えていたんですよ、うん、それは教えてもらったことなかったんですか。ない、教えないんだもん、みんな一緒に回ってるメンバーは。多分お友達の皆さん、お友達の弁護をすると皆さん、星川さんのスイング自体が悪くないから、うん、悪くないのに球が当たってないから、はい、単なるミッショットに見えちゃう。あ、だから何も言えなくなるんですよ。別に悪くないのになってなるわけですよ。でも実はボールの位置と構えだけが悪かったんですね。だから動作に入ったら別に悪くないなるほどっていう、そういう流れだ。はい、はい、そう、ナイスドローですよ。ってますね、ナイスドローですよ。160、162、3、5、いいね。いや、いいですよね。石川さん、今まではどれぐらいやったんですか。打てなかったね。いや、打ててらっしゃらない。6番アイアン打てなかったね。じゃあ、例えば7番アイアンの次って言ったらもうウッドをチョンと当てるような感じだった。もしかしたら、今まで、はい、もう大丈夫、もう大丈夫。はい、大丈夫。あ、いいですよ、ちょっと滑りましたけど。滑った。でもいいショットですよ。これむちゃくちゃいいショットですよ。プーティってますね。はい、137、137。うおー、ね、出ますよ、出てます。だってキャリーが126です。出てるよね。出てますよ。あ、じゃあ今までのワンプラック違うな。はい、でボール捉えてるね。捉えてる、ね、捉えてる。綺麗な、全部いいドローですよ。うん、だからボクシングに例えたらもう全然ガードもしないでずっとこうやって、そうなんですね、こうやってただけですからね。うん、まあなかなか、そして練習が止まらない。石川さん、今までの YouTube で一番楽しそうなポーズ。そうね、やっぱりボクシングはね、ちょっと痛いスポーツだから、まあ、はい、笑顔が出ないしね。デスケンさん、今ゴルフ歴どれぐらいですか。あ、やっぱり引退してたからもう35年出てますね。の中で一番なんか上達してるんじゃないですか。今が一番面白いですね。今どれ、スコアどれぐらいでした。90前後で回ってますね。だからその打つところ場所によって、普通のレギュラーだったら99います。今回のレッスンでちょっと変わるかもしれないですね。いや、だから僕今一晩って変わりますもんね。いや、一晩って変わったってことはもうティーショットでしとまず変わってるし、そこからまた番手が一つ上がってるってことは届くパー4が多分増えると思うんですよ、一挙に。そうね、来てよかったです。レッスン受けないんだもん、だってみんな初レッスン自己流でやってます。光栄ですよ、本当。ちゃんとよね、レッスンするってみんなこんな日が来ると思ってなかったですよ。いや、正確でしたけど。てかね、てかちょっと一個一個言って、一回皆さんね、具志堅用高さんを、あの軽く、そうそうそう、ね、世界チャンピオンよ。僕は面白いけど、未だに意味が分からないんですよ、俺の。あの、本当に、てかすごい人なのよ、マジで。いや、でもなんかみんなもう、なんかあの笑顔のいいおじちゃんっていう風にしか多分思ってないでしょ今。そうそう、スポーツでドッキリはこれ大事だと思ってたけど。石川さん、せっかくなんで最後になんかもしあれ質問あるとないか、赤井さんに。
確かにさ、いつもより言葉が少ない。ドライバーはどう？ドライバーはいいと思いますよ、これ。はい、真ん中とかでいいんじゃないですか。まあ、ドライバーも左けど、いいはい、だから、あの胸の前、左の心臓の前ってイメージ持っておいてください。あんまり外に行きすぎると当てに行きますね。ああ、そうか。うん。振動。うん。そうです、そうです。それでドライバーは結構です。アイアンとか、あの、ニック6番以降はもう全部中寄りに入れていただいていいと思いますね。はい。ちょっちゅねー。しげさん、定期的に中井さんに教えていただいてもいいんじゃないですか。いいですね。ちょっと今回雨で梅雨時期ってこともあったんで、はい、そうなんです。だから実は本当はですね、今回コースに行く予定だったんです。そうだから、ただもう天候が今日実は 100% なんですよ。いや、もう僕は雨降りはあんまりいいんじゃないかなってお聞きしてたもんですから、僕はもういい天気でやろう、うん、そうなんです。だからそれがあったので、ちょっとあの今日は残念ながら練習場でっていうことになったんです。ぜひコースでまた楽しみで、はい、はい、いや楽しいよ。ゴルフでちょっと伸ばそう。楽しい。ネクストチャレンジ、そう、どんどんチャレンジしていこう。ゴルフチャレンジ。ゴルフチャレンジ。どんどん行っていこう。今すっごい人気だから。そうですね。ゴルフは本当に良かったです。すごいよ。取れないもん今、あの練習場なんか。そうですね。週末は。うん。しげさん、渋野さんも好きです。はいね。渋野さんどこが好きですか。いやみんな好きですよ。いやだけど女子プロはいいですよ。沖縄の子も多いし、ね、助けてあげたいよ、うん、なんかミスした時のあの川原くんがやっぱかわいそうだよ、うん、な確かにね、荒垣ひなちゃんなんかもそっさあるんだから、はい、かわいそうだよな。皆さん強いですからね、一生はしてるんだけど、その後ダメだから、ちゃんと頑張ってほしいよ、ひなまみこ。そう、ひなまみこ、ね、ひがまみくんもいいところ来てるね。熱がこもりすぎて今カメラの位置を今ね。俺ずっと見てるんですよ、はい、あのビデオ撮って中継も見てるけど、はい、やっぱり男子が少ないねよ、トーナメントは。そう、なんであんなに女子は多いのに男性は半分もないんだもん。もうね、もうかわいそうだ本当に。福助さん、この話しだすと多分終わらない。終わらないよ、なんだから俺。そうさ。いやもうネクストチャレンジの具志堅はゴルフにチャレンジしたいです。皆さんぜひネクストチャレンジお願いいたします。次はコースで面白いプレーを見せます。面白いいいプレーです。いいプレーを見せます。よろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録もお願いいたします。高評価もよろしくお願いします。もうドッキリはないと思いますから。はい。ちょっちゅね。まあでもこれもまあまあしなりはしますけど。やる。うん、しなりはあのちゃんと動きはしますけどね。でちゃんとちょっと癖あります。うん、そうですね。はい。いやでも本当にこのそのちょっとこういう腰がしっかり変えてくるだけで全然変わるので。いかにしっかりとここで下半身をもうこれだけこの動きですね。それが今までの構えだとその動きはできない、はい、ですから構え方変えていただくだけ変わりますね。ああいいですね、はい、いいですね、ナイス。チャンネル登録よろしくお願いいたします。